さん、こんにちは。青木美佐子です。今日はですね、最近やっぱりマスク荒れをよくすることが多くて、私もまあ、仕事から紙マスクとかをするとどうしてもこの辺がね擦れちゃったりとか、鼻の頭だけちょっと乾燥して皮むけしちゃったりとかっていうのに結構悩んでいて、で夏もねすごい汗かいちゃったりとかして、なんか顔が痒くなったりとか、あと口の周りにニキビができてしまったりとかで、結構まあ、マスクの影響もあるのか肌荒れをしていたんですけど、最近ね私がおすすめする化粧品とか、まあ、パックとかを使うとすごく肌荒れが良くなったので、そちらをご紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで紹介していきます。はい、まず一つ目なんですけど、インスタとかツイッターでもご紹介したんですけど、こちら、わかるかな、こうやってやるとわかるんですけど、豆腐の森田屋さんっていうところが作っている、フェイスパックになります。で、これは玉のこしっていうフェイスパックになるんですけど、いろんなねやつが出てるんですよ。美白のとか、こっちは恋するとか、まあ、エイジングとか、まあ、普通のものとかあるんですけど、使い方はね私動画でこちらに出しておくんですけど、まずお風呂に入って、まあ、メイクとか全部落として、でパックをねするんですよ。これをね、まあ、豆乳な感じなので本当にね匂いも豆乳っていう感じで、で5分から10分ぐらい待つみたいな、かお湯に浸かりながらできるパックになります。でこれを使ったらすごくしっとりしたので、マスク荒れが結構いい感じに改善したっていうのが、まあこれは個人の見解なのであれなんですけど、すごいだからねおすすめしたいですこれ。で、本当になんかね、いろいろパックもね、わざわざやるのって結構大変なんですけど、お風呂の湯煎にね、浸かりながらできるっていうのも、すごいこう、一石二鳥というか、それこそ、お湯に浸かりながら、携帯を見ながらみたいな感じで、寒い日が多くなってきたので、ゆっくり浸かりたいじゃないですか、お風呂にね。で、リラックスしたいみたいな時に、これをやってます。私はね毎日はちょっとさすがにできないんですけど、撮影の前とか、あと時間に余裕がある時とかはお風呂に入った時に必ずこれをつけています。結構ね最近おすすめでいろいろ購入しました。いろんなのがあったので、こちらももう安定ですね。最近は私首の周りとかもなんか結構湿疹まではいかない、痒くなっちゃったりとかするので、こう全身にねつけられる敏感肌用のやつで、これキュレルのスプレー、ディープモイスチャースプレーなんですけど、これほんと全身に使えるので、本当にお風呂上がりにこうシャーッとこう首もつけて体もつけてみたいな、乾燥めちゃくちゃやっぱり冬になって強くなってきたので、まあ、ボディクリームをもちろんお風呂上がりにつけるんですけど、その前にこれをもう全身につけると乾燥がやっぱお風呂上がり防げるので、なのでこれ結構一番でかいボトル、これ3000円ぐらいかな、ちっちゃいボトルとかもあるんですけど、もう本当にこれは敏感肌用なので、まあ、お風呂上がりにメイクの上からとか、お子様のデリケートな肌にもって書いてあるんですけど、これは本当にめちゃくちゃおすすめ。あとスプレーだから本当すぐにできるのでめっちゃおすすめ。私これもう3本目ぐらいになるのかな、結構使ってます。はい、続いてこれもね前も紹介したことはあるんですけど、ちょっとね本当にやっぱいいのでおすすめしております。これはロクシタンのディビオイルですね、美容オイルと、これはロクシタンのオーバナイトセラム、これは美容液、夜ナイトケアのものになります。ちょっとねお値段がちょっとこれは1万円ぐらいしちゃうので1本ねちょっとお高いんですけど、でもやっぱりいいので私リピ買い
して、これも 3回目ぐらいかな。でやっぱり冬は特にいいですね。乾燥を防いでくれるの でこの美容オイルなんですけど、これはお風呂上がりにもう一番にこう塗る、これ美容液っていうかオイルを塗って、化粧水乳液つけて、最後にこれこのナイトクリーム夜ねつけるっていう感じなんですけど、これをねつけるとなんかお肌が柔らかくなってしっとりするっていう感じが私はしていて、本当にニキビとかもできにくくなったので、すごいおすすめ。ロクシタンの、美容オイルとこちらが、美容液になります。これはねちょっと高いんですけど、結構使ってます。まあさすがにねもう37になったので、少しくらい美容にお金をかけないとっていうことでつけています。私はこのヤクルトの化粧品を使っています。これは、ヤクルトなんですけど、ラクトデューっていうローションとラクトデューのミルクになります。やっぱりヤクルト化粧品はこれまた10年ぐらい前から使ってて、いろんなラインが出ていて、リベシーとかね、いろんなラインが出てるんですけど、最近新しく出たラインがこのラクトデューっていうやつで、これもめちゃくちゃいいですね。やっぱりヤクルトって飲むものも作っている会社さんなので、これは本当に私はやっぱり乾燥が一番この冬は大敵だと思うし、マスクでねこう空気の流れも悪くて結構良くないし、あと摩擦、鼻とか摩擦で切れちゃったりしがちなので、皮むけとかしがちなんですけど、やっぱりそういうのを防ぐのはやっぱり乾燥を防ぐっていうことが一番大事かなって思うので、それにも長けているこのローションとミルク、こちらを使っています。これはねヤクルト化粧品なので、ホームページとか、ヤクルトのホームページとか見てもらえると購入仕方が書いてあると思うので、こちらもぜひぜひ使ってみてください。私的にはおすすめ。1本4000円ぐらいです。1本4000円ぐらいしますっていう感じです。っていう感じで、私のスキンケアとしては、まずお風呂でやっていくのはこの玉のこしっていうパックをお風呂場でやってます。これはね全部メイク落としして、豆腐の森田屋さんのやつです。でこれはねほんといろいろ買いました。エイジングケアのもあるし、これは美白のがあったりとかで、1本2000円ぐらいなんでしょう。で結構値段も安くって、本当にしっとりするし、湯煎に浸かりながらできるのでめっちゃおすすめなので、お風呂ではこれをやってます。でお風呂上がってきたらですね、顔含め全身にこのキュレルのスプレーをつけます。そしてこのロクシタンの美容オイルを顔全体につけます。でこれつけるときは手にねこうスポイトでこう吸って、手にこう手でこう温めてからこうつけるようにしてます。その方がなんか浸透力があるっていうことなので、これをつけて、でその後にこのヤクルト化粧品の化粧品と乳液ですね、こちらラクトデューを化粧品乳液をつけて、これつけすぎかっていう感じなんですけど、私は結構これでお肌の調子がいいので最近のルーティーンですね。で最後にこの夜だけなんですけど、これをつけるのはロクシタの美容液オーバーナイトアールセラム、これを夜だけつけてますという感じで、一応私の今の基礎化粧品のルーティーンになります。はい、ということで私の結構ね、化粧水何使ってるんですかとか、シャンプー何使ってるんですかとか、いろいろ聞かれることが多くて、私もいろいろね、なんか田中みな実さんの見て試してみたりとか、いろいろ試してみたんですけど、最近すごく行き着いてよかったなって思っている、ワンセットはこちらになります。ぜひ皆さんも試してみていただければと思います。はい、ということで青木みさこでした。バイバーイ。